警告プロトコル。文書。発動下にない状況でホームページにアクセスすることは禁じられています。文書。発動下にない状況でのアクセスは、即時の自動抹殺プログラムの発動につながります。確認が完了する前に速やかに退出してください。プロトコル。文書。発動下で SCP-444JP の大規模な事象に対応する職員はそのまま待機してください。アクセス開始。アクセスエラー、受信データが改ざんされています。未知のセキュリティプログラムにより受信データの内容が破壊された状態となっています。断片的に修復されたパケットを集積し、ネオメカブプラプラによる解析を加え、文章の再構成を行います。再構成されたデータは本来の報告内容と大きく異なる場合があることをご了承ください。再構成が完了しました。セキュリティが解除されました。444。アウトブレイク状況の発動を確認。プロトコル。文書の発動を確認。緊急開示用データベースにアクセス。完了。 SCP-444JP 情報を表示します。 Thank you, see you. アイテム番号、アイテム番号、 SCP-444JP、 SCP-443JP。 オブジェクトクラス、オブジェクトクラス、ユークリッド、ユークリッド。特別収容プロトコル、 SCP-444JP を描写するあらゆる媒体において、SCP-444JP を削除または改ざんすることで、SCP-444JP が読み上げられることを阻止してください。SCP-444JP を読み上げたことのあるどの人物に対しても、B クラス記憶処理による処置を施してください。また、SCP-444JP に関連する研究員には専用の守秘義務が定められ、SCP-444JP の研究から他の部署へ移動する際には必ず B クラス記憶処理を受けてください。SCP-444JP が漏洩し広範囲に蔓延するリスクを回避するため、SCP-444JP の情報はサイト、8141内のみで扱われます。説明、SCP-444JP は特定の幻覚または疑似体験を発生させる文章形式の言葉です。その言葉を実際の発声によって読み上げたとき、その読み上げた人物は必ず一つの幻覚世界に囚われ、その幻覚世界内でいくつかのループするイベントを疑似体験します。以下は被験者がさらされた幻覚世界と疑似体験の内容を順序立てて簡易的に述べたものです。1、被験者は幻覚世界に立っている。幻覚世界は、360度地平線まで続く何もかもが赤い原野と、夕焼けよりも赤い、と表現された空によって構成される。土や草木の正常な感触や風を感じるほど幻覚はリアルであり、現実で被験者に対して起こった事象は、幻覚世界中の被験者の被験者の意識や感覚には一切反映されない。2、被験者の意識が幻覚世界に完全に入ってから4、7分で、被験者は自分の体が鳥のように空を飛べるものだと気づく。被験者は自らが飛翔できることを確信しているが、その根拠は説明できなかった。3、被験者は飛翔の欲求が高まり、幻覚世界の空を飛翔する。この間、現実での被験者の肉体は平常時以上の鎮静状態へ入る。4、飛翔から2、3分後、前方から巨大な赤い鳥が迫ってくると証言し、その鳥に対して恐怖を抱き始める。現実での被験者の肉体の生理的活動が活発化する。5、死に対する非常に強い恐怖心と、現実的な肉体的苦痛を訴えながら幻覚世界の被験者が巨大な赤い鳥に捕食される。現実での被験者の肉体的な反応がピークに達し、行動暴発による周辺への無差別な攻撃を行う。6、幻覚世界の被験者が死亡。一切の情動反応が停止し、肉体も3分間昏睡状態に似た鎮静を保つ。
7.1 に戻る。その際、ごく断片的なもの以外の記憶がリセットされる。SCP-444-JP を被験者の現実の肉体が筆記することで、幻覚から脱することができます。SCP-444-JP を筆記する場合のみ、幻覚世界の被験者の意識的行動が現実の肉体を制御することが可能となります。しかし幻覚世界の性質から、被験者が自ら幻覚世界内で SCP-444-JP の筆記を思い立つまでには、数週間単位の時間を必要とする場合がほとんどです。その場合、被験者は繰り返されるループによる断片的な記憶を想起することが可能となり、その記憶によって、SCP-444-JP を筆記することで死の恐怖と苦痛から脱却可能であることを直感的に学習します。幻覚世界から脱した被験者は、幻覚世界内での全てのループと詳細な内容の記憶を保持しています。しかしその記憶が原因で精神疾患を発症し、証言不可能となる例が多発したため、これ以上の幻覚世界への探査は現在見送られています。ポイ1、SCP-444-JP は、県、町にある、日本生類総研の拠点の一つと思われる施設を制圧した際に、破れた紙片の一つに殴り書きされていた文章として発見されました。突入時すでに施設は廃墟となっており、その状態から、財団によって位置が捕捉された時にはすでに遺棄されていた施設と思われます。異常な性質の最初の発見は、筆記された SCP-444-JP を発見した機動隊員が、何気なくその文章を読み上げたことによって明らかとなりました。同機動部隊員は直ちに隔離されましたが、自力で幻覚世界から脱した後、B クラス記憶処理を受けて業務に復帰しました。施設のほとんどは破壊されていましたが、残存したデータは回収され、一部修復に成功しています。それによると SCP-444-JP は日本生類総研によって創造されたものではなく、日本生類総研によって断片的な単語の羅列が発見され、その性質を利用した別オブジェクトの創造のために文章形式へと改変、改良されたものであることが判明しました。施設が遺棄された理由は不明です。ポイ2、年、月、日、SCP-444-JP を発見した機動部隊員が業務中突如、火色の鳥を、未だ立たぬ、と8度にわたってつぶやきながら連続して発砲しました。この発砲事件により4名が死亡し2名が重傷を負いました。同機動部隊員は SCP-444-JP の影響より脱して5ヶ月間、問題なく業務を遂行しており、事件発生までは定期的に行われる精神鑑定においても異常は認められませんでした。拘束後尋問を行ったところ、著しい知性の対抗と、重度の強迫性障害の傾向が認められました。同時に処理されたはずの記憶が完全に復元されていることが確認されました。これらの兆候が事前には一切見られなかったことから、知性の対抗と強迫性障害は、突如復元された記憶によって急速に進行したものと思われます。現在、事件と SCP-444-JP の関連が調査されています。ポイ3、暴動が起きた。俺たちは実験をやりすぎた。奴は声、拡大し、SCP-444-JP をただ知っているだけだった連中も支配した。置く、人の心を食う。言葉や文字、声は奴にとって狩り、餌を乗せる食器だったんだ。何も知らずに俺、やりすぎた。奴は成長し、拡大し、俺たちの血に、んだ。俺たち全員の血にだ。全員むさぼられた。57回も記憶処理装置を頭にぶち込んで何とか生きてる。奴は忘れることを許さない。もう皆死んだ。サイト8141は封、した。奴をこれ以上成長させないために、俺も、エスクは、知るな。それだけでもう奴らに狙われる。餌をやるな。奴をあの原野に閉じ込め続ける。餌をやるな、知るな、閉じ込めろ、エスアオエナ。
SCP-444JP 被験者、元被験者、それらの手によって殺害されたもの、これら人物の血液が付着した紙媒体はすべて、上記の報告書を含め SCP-444JP-1 へと分類されています。すべての SCP-444JP-1 はサイト、8141を放棄せざるを得ない事例の発生後、セクター8137の地下130メートルにある特別収容カプセル内に格納されました。これらの移送、収容に関わったあらゆる人員に対して SCP-444JP の情報は伏せられ、ホームページへのアクセスはクリアランスレベル5の職員であっても制限されることとなりました。情報の機密性の優先、そして分類自体の無意味さからオブジェクトクラスは割り当てられていません。これが政府であろうがユークリッドであろうがケテルであろうが、私たちがなすべきことは何一つ変わりません。サイト、8141のナンバーは他の施設へと引き継がれ、上記の事象は財団職員に対する大規模な記憶処理も含めて徹底的に隠蔽されました。さらに SCP-444JP に関するあらゆる情報は完全に破壊されています。私が、それを実行するただ一人の職員でした。これを書いているとき、SCP-444JP を知るのはこの世界でただ一人であり、間もなくただの0人となるでしょう。そうして、SCP-444JP に関するものは、ホームページと緊急対処プロトコル、紛書、の、心を持たない二つのシステムだけとなるのです。それで間に合った、と私は思いたい。しかしこの記録が閲覧されているということは、すでに全てが手遅れなのでしょう。私たちは SCP-444JP が最終的に引き起こす事象を把握することができませんでした。だからあなたたちがどのように追い詰められているのか、それに対して有効な方法を示せないかもしれません。ただ、一つ絶対的に確かなことがあります。それは奴が、認識の鳥、であるということです。奴はすでに完全に活性化したか実体化したのでしょう。私たちは、あなたたちは、手遅れなのでしょう。上記の事象ですでに奴は十分に拡大してしまっていた、ということなのでしょう。しかし、手遅れならば手遅れなりに打つ手はあるはずです。少なくとも、あなたは奴がまだ小さかった頃の原本の写しを手に入れたのですから。もう二度と、失敗を繰り返さないでください。SCP-444JP に関しては、誰もが失敗してきました。削除済み。